1826年のガラツイの絵、ルーマニア聖教会の聖ゲオルゲ聖堂ガラツイは、ルーマニア東部ガラツイ県の都市、ガラツイ県の県都でもある、ドナウ川に面し、ブライラと非常に近い、クマン人の言葉ガラットから由来し、市の名前が登場する。ガラットと,とは、アラビア語で要塞を意味するカルアットを採用した、ものである。 その他にもセルビア語のガラクが語源であると推測されるが、ガラットの源は、最寄りの地名から、明らかに、クマン語であることを示している。典型的なクマン語の名前ガラテコが例である。類は、水という言葉の設備樹である。ケルト人が発祥と推測されるガリアから、由来したという説は、あり得るが、その見込みはない。 市が初めて名前を表すのは1445年からで、ある。ロト戦争最中の1789年、ガラチはロシア帝国将軍、ミハイル・ケメンスキーによって炎上させられた。1907年の農民反乱が、ガラチ周囲でも起こり、ルーマニア王国軍の支援を受けて、反乱軍は鎮圧された。市内には、壮麗なセイゲオルゲ聖堂 ドナウガ市に立つ17世紀の生仮民所、マリア教会や美術館、劇場、公園がある。市内にはミッタルスチール参加の大規模製鉄プラント、ミッタルスチールガラツが創業している。ドナウ川を通って国会へつながる水上交通の利便性から国内最大の造船所がガラツに創設された。ありがとうございます。